ねえ、水戸買ってきました。なんかいつもさ、家の中にいるからさ、久々に外で撮ってみようっていう感じ、久々に外で撮ってみようっていう試みで海にやってきました。それで海に来るっていう謎の選択肢。あの水戸で、え、あったか、これ何、これあったかいんだけど、あれ、このタピオカがあったかいのかな。久々にタピオカ食べります。黒糖なんちゃら、いただきます。うまっ、久々の甘さ。あとドーナツも買ってきました。抹茶のやつ、期間限定の抹茶のやつも買ってきたんだけど、これから行きます。これが私の一番大好きなドーナツです。いただきます。うまっ、うん、ふん。最近ディズニープラスでさ、テイラー・スウィフトちゃんのさ、ザ・エラーズツアーずっと見てる。もう永遠に見てる。何回も見てる。もう可愛すぎて。妖精なんだよね。キャー、何この美味しそうなやつ。辻井さんとのコラボの、なんか、すごいやつ。ねえ、日が当たるよね、すごく。美味しそう。やばくないこれ。え、やばいんだけど。あんこも入ってんだけど。え？なんか抹茶クリームとあんこが入っておりまする。光で全然見えません。いただきます。うま。え、美味しい。あ、これわらび餅も入ってる。やだ。何ですか？すごくないですか？あ、これ逆にあんこ入ってなかった。ごめん。ん？入ってないよね。なんかすごい、きな粉がすごいんだが。きな粉が飛ぶんだが。うまいんだが。最近めっちゃ思うのがさ、なんか私モテに縛られてたなと思って。なんか縛られてたくせに、一回も持ったことないんだけど、人生で。え、なんか私召されそうになってない？なんか大丈夫？なんか、みたいな感じになってない？なんか、すごい、え？な、大丈夫？なんかぼやけてない？え？これ大丈夫なやつ？え、ちょっと待って、なんかすごいんだけど、なんか天、なんか天国みたいになってんだけど。ちょ、待って、天国か温泉の中みたいになってんだけど。ちょっと待って、ごめんなさいね、なんか天国からお送りしてるんですけど。ちょ、待って、やばいよねこれ。ちょっと待って、一旦、え、待って、やばくない？え、待って、壊れた系これ。あのカメラ壊れたんですか？これやだ。カメラが壊れたかもしれない。何をやっても不死身だったあいつが、ついに値を上げたかもしれない。どうしよう、困る。カメラがないのは一番困るんだ。これ今、ちなみに、携帯で撮っておるんですけど。すいません、見づらかったら。男性受けをさ、ちゃんと、加味しなきゃみたいな。受けたことないのに、男性に。なんかさ、男性受けをさ、なんかさ、なんて言うんだろう。モテを意識してない女子ってやばくないってさ、思われると思っててさ、なんか、わかんないけど、なんでかわかんないけど、自分で勝手に思い込んでて、モテを度外視、なんていうの、全く考慮してない女性ってやばいでしょって思われる気がしてて、まあ、誰にって感じなんだけど、なんかそういう勝手な思い込みがあることに最近気づいて、自分の中に。服とかでも、なんかこれは目立ちすぎだ、目立ちすぎってか、男性受け悪いよな、みたいな。ねえ、男性に受けたことないのにさ、男性、受けを考えてたわけさ。多分ずっとね、ちっちゃい時から。なんかさ、私、知り合いに言われた言葉で、萌子めっちゃ喋るよね、みたいな。え、そんなに喋ってたらさ、彼氏できないよ、みたいな。男の子にモテないよ、みたいなこと。多分、中学生ぐらいの時に言われたことがあって、あ、喋りすぎたら男の子にモテないんだってめっちゃ思って、それで。んで、それから、男の子の前では全然喋、全然じゃないけど、あんま喋んないようになったのね。で、なんか、ワントーン声も高くして、みたいな。意味ないみたいな感じなんだけど、とかさ、あとなんだろう、服とかもさ、できるだけ女子らしくみたいな、なんだろうね、個性的すぎずみたいな、個性潰してけみたいな、なんだろうね、自分で勝手にさ、なんかそういう呪いみたいな、なんか勝手にさ、なんでかわかんないんだけど、まあ、なんか簡単に言えば、まあ、なんか女性らしく無理にあろうとしていたというか、でもなんか私最近気づいたのね、なんかそれで、私って、誰かからモテたのかみたいな。ていうか、好きな人、ていうか誰かと付き合えたっけと思ったら、好きな人と。好きな人と付き合えたっけっていうか、誰かにそもそもモテたっけって思ったらさ、一回もモテたことないのね。いや、待って、それはね、いろんな理由があると思うよ。なんかその、全然なんかその、
女性らしいさ格好してさめっちゃモテる方とかも全然いらっしゃると思うし、なんかなんだろう、ボーイッシュな格好でモテる人も全然いると思うし、ちょっとそれは私の問題なんだと思うんだけど、モテないとかさ、あの好きな人と付き、あの好きな人に好かれないとかさ、けどなんかね、私の場合それで意味あったかって考えたら、あれ意味なくなかったみたいなそれなんかそれ意味あったみたいな思ったのね。自分っぽく、本当の自分っぽくいちゃいけないと思ってたのね。本当の自分っぽくいたらモテねえだろみたいな。終わった、カメラが戻ったぜ。何だったんだ、すごかったぞさっきの天国具合。本当天国からこんにちはだったよね。なんかわかんないけど、その男性受けを考慮してない女性ってなんかガーって笑ったらさダメみたいなさあるじゃん。下ネタ言いすぎる女やばいみたいなとかさ、なんていうの、とにかく男性受けを考慮してない女性はさ、なんかちょっと痛いよねみたいな感じに思われるかなってなんか思ってて、個性的すぎたりさしたらさ、もう永遠に彼氏できないじゃんって思ってて、私全然彼氏できないのにさ、個性的すぎたりしたらさ、もう永遠に彼氏できないやんって思ったけど、よく考えたら別に個性殺してても彼氏できてないのね泣くんだけど、マジでマジで、じゃあ意味ないやんって思って、でしかもそれだけじゃなく、なんか最近ね、もうね、個性をね、てか自分らしさを隠し通せなくなってきてるのねてか多分もともと隠し通せてなかったと思うんだけど、だからなんかその男の人とかと喋ってでもさ、なんかさ個性的なものとか持ってたりするとさ、なんかちょっと指摘されたりとかするやん。なんかすごいなこの iPhone ケースみたいなとかさ、なんかさ、それがあやばいと思って、私が出てると思ってさ、なんか隠して、なんかよりシンプルなものを使ったりとかさ、デザインがあんまり派手でないものとかさ、なんかキャピキャピしすぎてないものとかさ、無印っぽいものとかさ使っててさ、使ってたけどさ、まあ、これこう、なんかこういう感じ、 iPhone ケースもこんな感じみたいな、今ちょっと iPhone ケース壊れててこれしかないからこれなんだけど、私マジでマッチングアプリで会う時とかも、その会う時だけ iPhone ケースこれに変えていってたのね、これこれマジでこれマジなの。あのそのデートの時だけカバン変えたりとか、この iPhone ケース変えたりとかしてたのね。あのあんまりにもなんかその個性的なやつって思われたくないから。それでさ、好きになってもらえたかって言ったらさ、なってもらえてないんだよね、全然。だから無意味やんってなって、もうやめようと思って、それ。で、それで、なんかどっちも結局できんのだったら、自分っぽく生きた方が、なんか結局永遠に死ぬまで彼氏、恋人できなくても、なんかそっちの方がまだマシかなと思って、自分らしく生きれて、彼氏おらんパターンの方が。自分らしく生きずに生きても彼氏できるのやから的な思ったわけですよ。なんかもうちょっと個性的っていうかさ、自分っぽいさ出してもいいのかなみたいな。でもね、これもね、なんか思えるようになったのもね、ほんとね、 YouTube 始めてからだと思うんだよね。だからなんかこういう人ってさ他にもいるのかなと思ってさ、このなんかモテを意識しすぎて自分殺しちゃってるみたいなさ、別にさいっぱいの人にモテたいわけじゃないんだけどさ、これなんて言うんだろう、めっちゃむずいね。なんかそのあの人もう男性受け完全に捨ててるよねって思われたくなかったっていうかさ、なんなんだろうねこれ。マジタイトルつけてほしい、このなんか症候群に。男性受け呪縛みたいな、かっこいい、中二心くすぐられる。なんか他にもそういう人方いるその男性受けを考えなきゃって思って、モテたいっていうよりかはさ、自分がなんかやばいかなって思って、普通っぽくいなきゃみたいな、普通のさイメージがさ、私はある程度男性受け考慮してて、まあ、考慮してんのか、もうナチュラルにそうできてるのかわかんないんだけど、まあ私にとってはその男性受けを考慮するのがナチュラルにはできなかったというか、無理しないと。まあこれも私のただの思い込みだと思うんだけど、なんか男性受けってなんか私のイメージではちょっと、なんかシンプルな服でさ、ちょっと女子っぽくてさ、なんか守ってあげたいみたいな。だからなんかさ、ほんとさ、私なんか会話とかでもさ、男性とする会話とか自分じゃなかったもんね、完全に。誰みたいな。私誰なのみたいな。ほんとなんか、そうなんだ、わかんないみたいな、なんかちょっと声高くしてさ、いや今はそこまでしないけど、なんかほんと学生の時とか声ちょっと高くして、でもバレてたんだろうね、バレてて感じるんだろうね、なんかこいつ嘘ついてんなみたいなこいつなんか猫かぶってんなみたいな、多分本人たちにはバレてたかもしれない、バレてたっていうか感覚的にさ受け取ってたかもしれない。なんか好きじゃないもの好きとか言ったりとかさ、いやでもわかるよ、なんかそれを第一印象ってさ大切って言うじゃん。だからなんかその第一印象でこう
なんていうの、窓口広げといて、窓口広げといて、たくさんの人に、こう、目に留まるようになってもらって、そっからチョイスできるじゃんみたいな、チョイスできるっていうか、なんか可能性広がるじゃんみたいな、その方が、女性らしくある方が。って思ったけど、確かにそれはあるんだけど、その方がなんか自分も、間口広げといた方がみたいなのあるんだけど、その個性的すぎたらさ、なんか間口最初からちょっと狭まっちゃうというかさ、なんかそういうのあるかなって思ったりとかもしてたんだけど、私は。でもね、間口広げててもね、入ってこないの。私だけのかもしんないけど、意味なかったの。なんか33年間生きてきて気づいたの。だからなんかマジで、これはね、みんなにはね、なんか誰にでも彼でもね、これはね、言えるわけじゃないんだけど、本当に。だから好きに生きてとか、好きな格好していいよとか、別に胸を張って全然言えないんだけど、これはただ、なんていうの、そのさ、女性らしい格好でさ、がさ、好きな方もいらっしゃるしさ、いや、私も女性らしい格好好きなんだよ。好きなんだけど、あの、ピンクとか、ビジューとか、レースとか、リボンとかめっちゃ好きなの。めっちゃ好きなんだけど、それが行き過ぎないようにしてたっていうかさ、とかさ、ちょっと個性的すぎないようにしてたっていうかさ、なんかみんなっぽくあろうとしたっていうかさ、ね。まあ、意味なかったんだけどさ。だからさ、みんなモテを無視してみんな好きに生きてとは言えないの。言えないんだけど、だって多分それでモテる人も多分いると思うから、わかんないけど。それでさ、幸せになる方もいらっしゃると思うし、私の場合は、っていう話なだけで、私の場合は、モテもせず、っていう感じだったなーって。だから私はもうちょっと、もうこれからは、もうモテとか、いいやってなって。だからってさ、すっごいさ、なんか、なんていうの、めっちゃ下ネタ言うとか、私さ、下ネタ苦手だからさ、そもそも。だからなんか別にそういうのはないんだけど、なんかすごいだらしなくなるとか、そういうことじゃないんだけど、でもなんかもうちょっとさ、個性、自分の個性大事にしてもいいかなって最近、やっとね、33年生きて気づいたんですよ。なんか女性という呪縛みたいな。わかんないけど。なんかわかんないけど、男性受けをさ、考慮しないといけないと思ってた。私は。なんかその方が正しい気がしてて。でもなんかそれ、効果をなさなかったから。私の場合。なんかおばあちゃんがずっと喋ってる。って最近思ったわけさ。私何の動画状態でごめんね、いつも。なんか自分を生きようって思う、最近は。なんか自分らしくとか言ったらよくわかんなくなるけど、もう自分で生きようみたいな。もう自分で勝負するしかないわ、みたいな。誰とみたいな。マジ。いや別に男性ととかじゃないよ。さあ、すごいさ、いろんな人にモテたかったわけじゃないの。いっぱいの人にさ。チヤホヤされたいとか、そういうことじゃないんだけど、なんか間口を広げたかったんだけど、間口広げても、いや、嘘ついてても意味ないんかな、わかんない。でもナチュラル女性らしい人はね、もう全然それでいいと思うんだけど、あ、なんていうの、ナチュラルモテ女子は全然それでいいと思うんだけど、私は天然のモテ女子じゃなかったからさ、まあでも天然でも偽装もできてないんだけど、偽装モテ、あ、何ですか？偽装モテ女子もできてないんですけど、感じでここ最近思ってることでした。ちょっとごめんね、一回なんか展開からのお知らせみたいになっちゃって。一回天国行っちゃって、ほんと申し訳ない。見づらい動画で、なんか一回携帯になっちゃったし、ごめんね。ってことで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。だからってね、突然個性的になることはないと思うんだけど、私が。でもね、自分でも怖いんだよね。なんか、突然さ、マジでなんかドヤさドヤさのさ、ドヤさドヤさのさ、師匠みたいになっちゃったらどうしようみたいなさ、自分が。もうすっごい、いや別にいいんだけど、素敵なんだけど、あの方はあの方で。個性が爆裂してさ、マジ師匠みたいになっちゃったらどうしようとか思って。パーコ師匠とかね。今でさえさ、笑い方がパーコ師匠っぽいって言われてるのにさ、見た目までパーコ師匠になったらもうパーコ師匠じゃん、私が。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バーイ。